はい、今回2023年2月号のスバルの最新納期の方が判明したんで、全車種の最新納期と、あとは新型車の情報について紹介していきます。で、まずは新型車の情報として、クロストエッグは去年の12月に価格の方が判明していて、ただ2023年2月上旬時点でも、発売日の方はですね、判明してなくて、生産の方は2月から始まるみたいなんですけどね。レックスは去年の11月上旬にダイハツロッキーの OEM 車として登場して、ソウテラレヴォーグ、レヴォーグは去年の11月下旬に一部開業実施、レガシー、アウトバック、フォレスター、インプレッサーも現行型ですね。去年の12月にオーダーストップが変わって、もう新型車のデザインとかも判明してますよね。WRX-S4 は去年11月下旬に一部開業実施で、 BRZ、ジャスティ、XV やも生産終了して、後継がクロステークですね。で、レヴォーグ STI スポーツシャープは東京サロンで初公開されて、500台限定で受注の方を開始したんですけどね、即完売したみたいで、で、フォレスタ XT エディション、去年の12月ですね、追加して、両方とも AWD、スバル AWD50 周年記念車ですね。で、STA スポーツがあって、軽自動車、シフォンカスタムはタントカスタム、ステラ、ステアカスタムはムーブとムーブカスタムで、プレオプラス、ミライス、サンバーバン、ハイゼットカーゴ、で、サンバートラック、ハイゼットトラックですね。まあ、ダイハツの OEM 車で。軽乗車の方は特に新型車の情報はなくて、で、2023年2月時点のスバルの最新納期、世界的な規模で発生している半導体部品の不足、国内外におけるコロナウイルス感染拡大に伴うロックダウンの影響で、部品供給の遅延が発生していて、まあそういうのスバルの場合、他のメーカーと加えてですね、納期の方は早めとなっていて、で、K4 の車種と、あとは普通車の一部車種に関しては1月下旬時点の納期となっていて、で、まずは軽自動車からで、プレオプラス全グレード1ヶ月、で、ステラ、全グレード1ヶ月で、で、シフォンが全グレード3ヶ月か4ヶ月。カスタムの方がですね、若干納期がかかるみたいで、で、サンバートラック、全グレード1ヶ月か2ヶ月。で、サンバーバン、リアス以外が1ヶ月か2ヶ月。で、サンバーバン、リアスが1ヶ月程度で、ダイハツ言えば後ですよね。ジャスティ全グレード1ヶ月で、レックスが納期の方延長してきて全グレード6ヶ月か7ヶ月で、ソウテラが全グレード2、3ヶ月で、で、ここから2月7日時点の納期、BRZ 全グレード2、3ヶ月で、WRX-S4 が全グレード2、3ヶ月で、全体的に納期の方は延長してきてますよね。クロストエッグ全グレード2、3ヶ月で、で、フォレスターが E ボクサーグレードが3ヶ月か4ヶ月で、1.8 リッターが2、3ヶ月で、レガシーアートバック全グレード2、3ヶ月。全体的に1ヶ月ぐらい納期の方が伸びてきてる印象で、レヴォーグ 2.4 リッターの方が2ヶ月で、1.8 リッターに関して2、3ヶ月ですね。まあ、それでも全体的に見たら、他のメーカーと加えた場合ですね、納期は短めで、
普通車3ヶ月前後、軽4の方はだいたい1ヶ月か2ヶ月あればですね、納車されるという形で。はい、今回2023年2月上旬時点のスバルの最新納期と、あと新型車の情報について紹介しました。